言っただろう。お前にはまだ早い。恩人に戻れって。私にも実戦の経験はある。張虎、なぜ私を止めようとする？危なっかしいんだ。お前を見てるとなんだかな。子供ではない。子供ではいられない。張虎、観光は戦場で十分やっていける。父君の仇を討ちたいという思いもお前と同じだ。だがこの状況でいつまでも立ち会いをしているお前たちはまだまだ未熟ということだ。行くぞ、観光、張虎、仇を討つために。文長、僕の無念を晴らす。イノスペー、今後を根絶やしにするのだ。孫家、この命と引き換えにしても魔を討つ。張雲様、劉備様がいなくなりました。本陣から林を抜け東へと進まれたようです。明日、私は劉備殿を探す。張虎と観光は南へと軍を進めてくれ。どうへ寝返った奴らが南にいるらしい。俺が行くから、アンコは後ろを頼む。私も十分に戦えると言ったはずだ。父上、この手で取らなければ。あんま怒らせんなよ。
きゃいいが、古軍で来ると親同様自信過剰なやつだ。それが親父に合わせてやる。あんま怒らせんな。強い勢い、誰にも止められますまい。俺の見せ場だぞ。林に火を放て。さあ、火をつけられちまったか。こりゃ尊敬を打てる状況じゃねえな。こんなことさせんなって。天霊劉備様を発見。エキソンと交戦中です。あんま怒らせんなよ。見せつけてくれは
退させないってからかよ。俺が行って蹴散らしてきます。この俺が相手だ。
票なんて失い、皆を傷つけ、私は殿、しっかりなさってください。さあ、早くここを離れましょう。